はい、ストーリーの方見ていきます。イエーイ、お疲れ様。はあ、ハードな割には結構元気そうやけど。おお、サッカー？ニオ君。ああ、サッカーコートあるんや。プリ。うわわ。うん、実は私もやってましたよ、東京で。うん、フットサル。うん、ああ、なるほどね、だからやってたんや。にゃはやるの？ほら、菊丸さんが水泳打てるんだから。いいでしょう。構わんよ。じゃあ今まで1対1でやってたってこと？へっへん。資格なしって言われたら理解負けてないよね。ああ。わお、菊間さんってもうビーチバレーもできればサッカーもできるやん。うん、ここまで何？行くなり。エジ。行けます？うん。めっちゃ不安そうやけど。許さんぜよ。ちゃんと読んじゃってるじゃん、におうさん。これにて。もう完全に追われちゃってるよ。どうするの？くそ。どないするほんまに。待て。ん？どないした？なんだよ。あ、今ので同点？おい。深呼吸。深呼吸。しかも今試合中やろ。まあ気持ちを落ち着かせるためにってことやろかな。ふへー、大丈夫だよ。まあ冷静にってことかな。うん、めっちゃ不安そうやけど、もうその言葉を信じなさい。よし。うんうん。え？もう終わり？あ。その隙にやったりしないよね。うん。いや、相当体力消耗してそうだけど、菊丸さん。ね。何？うん。ほんまやから言うとるんやろ？勝て。ほんまやから言うとるんやろ。嘘やったらそないなこと言わへんやろ。そうじゃの。そんじゃ。失礼。菊丸さん、ちょっと悔しそうやけど、またリベンジするのかな。あのさ、エイジ。うん、でも分かることで勉強になりそうやけどな。うーん。うん。
まあ、ニオンさんに言われたことはちょっと気になるかな。くそ。だから、ほんまやから言うとるんやろ。はぁ、そういえば何、何を思い出したの。リオンさん結構賢いな。ほう、なるほど。ほう、うん、でも何、もう人柄が良すぎるのよ。まあちゃんと相手のこともフォローしてくれはるし、確かに頼もしい校長やな。エジ、何、どないしたん。うわわ、びっくりした。はあ、で、どないしたん。あのなぁ、もしかして待ってました。おいしい。うん、はたから見たら何を言われてるかわからへんよ。えってなりますよねいや、まあ想像はつくけど。うん、ちゃんと考えて分かることってあるよね。うん、まあ傍から見たらそう思うよね。なんかこれが仁王さんに見抜かれたんじゃないかって解釈してるらしいけど。あ、はい。あ。だが、本当に頼もしいパートナーじゃん。そうだね。おいしい。なんか感動するな。あのさ、うん、断言したね。ああ。ちゃんと断言しましたね。やってもうたらどないするの。おまんら、あれ、ちょうどいいところに仁王さん。おや、はぁ、ほんまにグッドタイミング。ん、まあ、さっきのことやろ。あのさ、お、まあ、要は反省点があってっていうことかな。ねえ、そうだな。うん、勝負がつかないとなんかモヤモヤするしな。いや、少しどころじゃないと思うけど。仁王君、構わんよ。いいでしょう。うん、じゃあ成立かな。張り切っていこうぜ。うん、つくといいけどね、決着はね。うん、まあ前回時間も時間やったしな。ということで、まあ時間たっぷり、今回はこれにて以上にいたします。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。